離陸、上昇中のリアジェット60空港内のリアジェット60、搭乗口が半分開けてある。リアジェット60、前方からリアジェット 60XR のコックピット。リアジェット車の製造工場の内部や製造工程を紹介したテレビ番組、世界の巨大工場シリーズ7エピソード3において、その製造工程が紹介された 60XR の機体そのもの。 会社経営者で富豪のデイビッド・モーガンが発注、購入した機体。番組中の譲渡セレモニーに登場した外装塗装のまま波打つような青いデザインが施されている。リアジェット60はボンバルディア・エアロスペースがリアジェットブランドにて製造しているビジネスジェット機。リアジェットブランドでは最も大きな機体である。1991年初飛行。 初飛行1991年7月 FAA 形式証明取得1993年1月リアジェット55の拡大改良型1990年より開発開始胴体が1.09メートル延長されエンジンはプラットホイットニー車製 PW305 ターボファンエンジンに換装。リアジェットシリーズでは初めてファデックが装備された形状は 後退翼を有する総発ジェット機であり、エンジンは機体後部左右に各一機取り付けられている。T 字尾翼であり、胴体末尾下部には逆 V 字形状のフィンを有する。主翼端にもウィングレッドが取り付けられている。主翼形状もモデル55よりわずかに改良されている。1993年より機体の引き渡しが開始され、 2003年までに265機が製造されている。2007年からは改良型のリアジェット 60XR に生産が移行している。1機あたりの価格はおよそ14億円。ありがとうございます。